というわけで、ガチャの闇を見つけてしまったのかな、怖いなぁなんて思ったりもしていたんですが、ネットで調べる限りではガチャガチャの値段設定というのはどうやら自由に決めることはできるらしいです、ね、よくよく考えると、あのゲーセンとかで同じゲームなのに100円だったり、他のゲーセンだと200円だったりなんてすることはまあよくあったので、まあそれと同じようなものなのかなとは思いました。まあでもブレ幅にもしかすると上限とかはね決められてるんですかね。だって100万のガチャとかあったらたまったもんじゃないですからね、鬼滅の刃でね。どうなんでしょう、それはお店の良心とかで決まるものなのか分かりませんが、まあ値段設定は自由に決めることができるというネタは覚えておいた方がいいのかもしれません。はい、それではここまで見ていただいた方ありがとうございました。